では呼び込みます。続いて出てくる MC はこいつだ。ドタマ VS ミステリオで行います。まずはビートの方聞きましょう。 DJ あなたけお願いします。勝ったら先行いきますか。最初はグーじゃんけんはい。先行後攻はどちらになさいますか。後攻で。では立ち位置そのままで、先行が青ミステリオ、後攻赤ドタマで発射で3本行いたいと思います。準備はよろしいでしょうか。ではいきます。先行青ミステリオ、後攻赤ドタマ、レディーファイト。かっこいいバトル多いからおもろいの見せに来たで。ライブトップのサドリの代わりに弾くポンポコ。飛び回るこのキャリカナノタさん、初めましてだで。これなら全面戦争、俺に負けても全然ええよ。ミステリオくんちょっと待ってて、サドルどこ行った。俺が説教するから後で電話番号を教えて。サドルの代わりにはキョロ長い。君の居場所はここじゃないとは言わないけど、勝利をいただくごっつぁんです。こいつじゃ物足んねえ。お前栃木やろ。まず後輩のケツ食いてくれてありがとうございますやろ。サドルの代わりにケツ舐めるマンバーガー。サドルどこ行った。これならもちろんサバンナガキ、マイクを握って盛んなガキ。あの子には俺髪の毛ライターで燃やすって脅されてたから、マジで俺は後輩のケツ食うとか関係ないとは言わない。この機会に俺があいつをボコボコに説教してやるぜ。金八先生、今日俺優勝絶対宣言。お前ボコボコにできんのに嘘つくな。マイクで分かるか分からずか、二人でやろうぜ謝すかみたいなもんだぜ。トタちゃんマジで面白い。これならスコーダな生態交代、マイクで叶える撤回将来。絶対場内そんな決定はない。俺は覆してきたいろんなバトル、若手がどんどん盛り上がるのは俺すげえ嬉しいけど、ここでお前の首を締めさせてもらう。ドタマが下す最後の審判、ひふみや勤めのバイトの兄ちゃん。終了。それでは判定の方行きたいと思います。どちらか片方にライトを上げてください。では行きます。先攻青ミステリオ、後攻赤ドタマ、勝者ミステリオ。ウェイヨー。一言。ありがとうございました。え、ドタマさん、本当にサドルの電話番号教えて大丈夫ですか。ちょうだい。いっちゃうよ。ありがとうございます。あいつは今俺が電話しても出るか分かんないんでっていうことで覚えておいてください。